それでは本間勲より皆様にご挨拶ですえ本日は本当にたくさんの方にこの暑い中集まっていただき ありがとうございま,した <laughs> まず、この引退試合を企画してくださった中野社長、スポンサーの皆様、チーム関係者の皆さん、本当にありがとうございました <laughs> そして、たくさんの投票をしていただいたファン サポーターの皆さん今日この引退試合に心よく出場していただいた選手の皆さん本当にありがとうございました、えー、皆さん今日は楽しんでいただけたでしょうか、えー、僕の 華麗なフリーキック、笑ってください、笑ってもらえないですね、まあ、あれを見てもらいたかったんじゃなくて、あの後の切り替えの速さっていうところを見てもらおうと僕は思ってたので、まあ、誰も気づいてなかったと思いますけど、あそこの切り替えだけに命をかけてました、えー。本当にこの偉大な先輩たち えー、そしてまだまだ走り続けている選手たちあとは少し見た目が変わった選手もいましたが、まあ、本当に素晴らしい仲間たちと素晴らしい時間を過ごすことができました、えー、本当に懐かしい声援が応援歌たくさん聞けました。 その中でやはり J1 昇格、2012年苦しかったシーズンの残留のことを思い出しました、コロナ禍にも今日はトップの選手も参加してくれましたが、皆さんにお願いがあります、残りの後半戦、今日のような素晴らしい雰囲気の中でトップチームの背中を押していただき J1 昇格をみんなで勝ち取りましょう <laughs> そして今日、ビッグ s 1に早川選手が戻ってきました。 ただ彼の本当の目標は今日のピッチに立つことではなくこのビッグさんのピッチでリーグ戦の舞台に立って活躍することだと思いますサポーターの皆さんこれからも早川選手に力を与え続けてください <laughs> え最後になりますがえ新潟と栃木の2チームでプレーできたこと本当に誇りに思いますそしてこの素晴らしい仲間と出会えて本当によかったと思っています18年間という長い間僕に関わってくれたたくさんの皆さん本当にありがとうございました ありがとうございました。それではこれより場内を一周いたします。本日、出場いただいたメンバーへ大きな拍手をお願いいたします。